三重地の一応あの半箱のこういう形の一袋で、キチマハを、攻め負荷を半分で、チヌスパイス、麦パー白それぞれ半分で、細麦さなぎ小さい方一袋、まあそんなところですね。で今ニューイキサナギミンチアラ一袋と、まあ、アミエビ、小さいの半分ですね。それを、まあ、海水に溶いて、海水、2リットル少しぐらいですかね。ちょっとあのボソッと傘のちょうど間ぐらいで、まあ今日はあの白鯖エビがメインっていうようなことなんで、少しボソッとした感じの方が使いやすいかもね。まあ朝からボラがおるっていうことなんです。まああんまり、まあ、白鯖エビでもその、まあ、柔らかい団子も使えたらいいんですけど、まあ、餌取りの加減によって、まあ、団子の硬さも、まあ、調整した方が、まあ、餌取りも少ないっていうことなんですけどね、まあ、自然に割れるちょっと固めの団子でちょっとやっていこうかなと思います。まあ、水深が今測ると25メーターほど、まああの、まあ、握り加減で割れ加減を調整していく。まあ地合いが昼からっていうことなんでね、まあ、ゆっくり、まあ、ポイントを作っていこうかなと思います。